はい、今日もあなたと役所天国。はい、本日は6月7日ということでね、第2週の金曜日ということで、6月の第2週のお野菜セットのね、ご紹介をさせていただきます。はい、梅雨は本当にね、どこに行ったんでしょうっていう天気が続いてますけれども、はい、上にあるのが葉物でございまして、はい、ほうれん草ですね。ほうれん草はあんまりね、ちょっと小ぶりでね、よくないんですけど、小ぶりであればね、生サラダでこうやってね出せるので、柔らかくてね、シャキシャキしてて、生サラダのほうれん草ということで出荷させていただきます。そして、はい、リーフレタスもね、もうこれで最後の口に入ってきました。6月の今日が7、ね、来週ぐらいでもうリーフレタスも終わりですね。はい、そしてレッドマスタード。これも最後のね、6月に出す葉物ということでね、レッドマスタードちぎって生サラダ。この辺はもう生サラダで皆さんね、こうやっていただければということで。レッドマスタード、リーフレタス、そしてサラダほうれん草とね。そして、はい、春菊ですね。春菊も2番手ね、だいぶいい大きさになってきました。もう6月の終わりぐらいになれば硬くなってくると思いますんでね、来週ぐらいからぼちぼちね、夏の葉物がね出てくるかと思います。モロヘイヤとかね、はい、そんな感じでだんだんね、春の野菜から夏の野菜へとね移行する時期に入ってきております。葉盛期はそろそろ終わりですね。はい、そして今日はね、ブロッコリーをねちょろちょろと、はい、そんな量多くないですけど、こんな感じですね。はい、あで来週からね、インゲンね、モロッコインゲンもできてきましたね。はい、はい、そして、春の白菜、そしてキャベツとね、はい、白菜がね、春白菜がおそらく今週来週でもう終わりですね。はい、キャベツはねまだ7月までつなげられると思いますということで、はい、春のお野菜がねだんだん終わりをね、見せてきておりますね。はい、そして、根菜類が人参と、そして大根、はい、春大根ね、まあもう6月ですけども、これで終わりですね。はい、今週で終わりでございました。大根はね、来週からはズッキーニが出てくると思いますね。はい、ということで、下にあるのが夏野菜が出てきてます。きゅうりね、はい、入りました。きゅうりとピーマンが連続出荷に入りましたね。こんな感じで、どこに置きましょう。はい、こんな感じですか。はい、そしてね、今日はちょっとだけですけどもね、ズッキーニをおまけでね、こんな感じで入りますね。来週からはね、大根の代わりにズッキーニが入ってきてますね。 UFO とこのね丸っこいのね、こういうこっちの方がね早いんですよね。で、実つきもねゴロンゴロン出てきまして、はい、ズッキーニ、そして、はい、じゃがいもということでね、はい、これで何種類あります。はい、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 合ってます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 品目ですね。はい、ということでね、もう葉座会議がねこれで終わりましたかということでね、はい、大根が終わってね、これで夏へと向かってね、畑もこうやって、移動しつつ移行しつつあります。まあ梅雨がねどこ行ったかよくわからないですけど順調にね、季節はこうやってね行ったり来たりしながら、こうやってねどんどん夏へ向かって行ってるっていうのは、この野菜お野菜からねわかりますよね。はい、書きましょう。よいしょ。こうやってね、もうこの時期になるとね、だんだん T シャツでも汗ばんできてね、暑いんですけど、今日は6月の7、金曜日ですね。はい、さあそろそろね夏へ向かって動いてきました。春大根、今日で終わりですね。はい、お疲れでしたね。ここで終わり。春大根いつから出してます。はい、4月の16ですね。4月の12までが三浦大根だったんですね。4月の半ばから6月の7までね、4,5,6 とね、6月の、まあ、7でね1週間ずれてますけど、だいたいね4,5,6と予定通りですね、春大根ね。はい、人参、
で、白菜がおそらくね、来週ぐらいで終わりかなって感じですね。キャベツはまだ7月まで引っ張ります。で、ブロッコリー。で、レタス、リーフレタス。で、春菊。ほうれん草。ほうれん草。で、レッドマスタードですね。今日葉物は、春菊、ほうれん草、レッドマスタード。そうですね。今日はちょっと、ビタミンなとかね、ちょっと取りやめたので。で、きゅうり、ピーマン、で、めっくい。まだね、新じゃがちょっとね、全部ちょっと量を掘ってみないとわからないんでね。ちょっと新じゃがではないんですけど。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、なんか1個ない。あ、ズッキーニね。はい、ズッキーニがおまけで出てきました。ということでね、来週ぐらいから、ね、去年の10月からこうやってな、秋冬だったんですけどね、今度はこうやって夏野菜に変わってきますよということでね、2024年の夏ということでね、はいはい、いよいよね、夏がやってきますね。早いというか遅いというかよくわかんないですけど、はい、ということでね、よし、戻していきましょう。はい、こんな感じでね、はい、改めてね、彩りもまあまあじゃないですか。はい、よいしょね、今日13品目ね、まずまずだと思います。我が農園はこうやってね、一年中いろんな野菜を作ってますけれどもね、私は年間一体何種類作ってるんですかね。はい、よく分かりませんがごぼうとか僕作らないんでね、そういうほどだからね、多くはないけど、でもやっぱり多いかな。はいはい、ピーマン、白菜、はい、ブロッコリー、はい、そして葉物が上、ほうれん草、春菊、レッドマスタード、はい、リーフレタスという感じですね。はい、いよいよお野菜セットだと思います。バランスが取れていてね、きゅうりもあるし、ね、ズッキーニもあるし、ウリ科も出てきました。これでね、来週はインゲンが入ってきますかね。そして、ズッキーニ、キュウリで、ナスがね、おまけでちょっと出せるかなという感じですけどもね、もうこれで大体ね、夏のお野菜セット入ってきて、そして7月の頭からミニトマト、トマトが入りますかね。はい、こんな感じで夏野菜に移行してきておりますね。夏ですね、皆さん、と言いつつまだね、梅雨がね、ちょっと読めないですよね。6月入って、多分もしかしたら6月の終わりぐらいが梅雨ってなったらさ、7月入ってね、梅雨入り梅雨明け宣言、一体もうどうなんのって話ね。8月だから、多分8月ぐらいになって雨が降らなくなって、8、9、10と3ヶ月やっぱり夏なんですよねっていう、まあまあ毎年もうね、夏がいつなんだって話になってきてね、秋はいつからですかって、秋はおそらく11月の半ばとかね、11月の頭で30度いく時がもしかしたらね、できてくるかもしれません。はい、ということでね、6月の第2週のお野菜セットのご紹介をさせていきました。葉ざがきは抜けつつあります。それではまた。